こんなに綺麗なのにいつか忘れちゃうのかしら。笠井百合子さんはあくまであなたのお母さんです。お母さん？また母が遠くへ行ってしまいそうな気がした。記憶を失っていく母と思い出を取り戻していく息子。お母さん帰ってこない。二人には空白の一年があった。だって泉とお母さんちょっと変な親子だもん。変か。そんなんで親になれんのかな。泉に許してもらえないでしょうね。とても苦しめたと思うの。花火？半分の花火みたい。母さん、母さん、あの時さ、なんで俺を置いていったの？泉！半分の花火が見たいの？母さん、俺すっかり忘れてたよ。ごめん。半分の花火の本当の意味に気づく時、母の秘められた思いが明かされる。母が記憶を失うたび、僕は愛を取り戻していく。百花。